こんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りします今日は第2火曜日川勝知事のラジオトーク布告有得の理想郷静岡です今日のテーマは内陸のフロンティア聞き手は沢木久男アナウンサーです では、川勝知事にお話を伺います。あの新東名高速道路が開通しまして、4ヶ月が経ちました。はい、で、県ではですね。この新東名の沿線地域などをですね。内陸のフロンティアと位置づけまして、まあ、新しい発想の取り組みを進めていると聞いています。で、今日はあのこの内陸のフロンティアを開く取り組みについて川勝さんに伺います。はい、まずですね。この内、陸のフロンティアという発想に至った経緯、こちら教えてください。2>, 2つございますね。1>, はい、1つは3.11の。 東日本大震災ということですこれで津波から免れるには高いところに移る以外ないと、はい、で高いところっていうのは山口すなわち内陸にありますから、うん、内陸に移るということがすごく大事だと、はい、でそして東日本大震災の方ではなかなかできないというそうした教訓がございましてでしかも本県の場合いつ津波が来てもおかしくないということでございますんで。 内陸に目を向けるということを忖度化していたわけです。ええ、で、それからもう一つはですね、もうまあもう二つあるというわけもう一つは三月の末に内閣府の方で南海トラフの巨大地震、ええ、M9 を想定いたしまして、で、そしてもう大変な津波が来るということでですね、ええ、皆様方大変心配されているということがありました。で、そういう前提の元ですなわち災害にどう備えるかという前提の元で。えー 4月14日に前倒して新東名が開通したということで,ですね、うん、これがまさに救う時の命の道になると同時に防災のための命の道になるということで,ですねここに着目して私は東日本とは違って我々の県にはあるいは我々の県だけ今のところは恵まれた形で 前倒しで内陸にそういう命の道ができたと、うん、これをあの活用しましょうと、うん、いうことがその発想の原点です。うん、昨年の、ね、12月ぐらいから東日本大震災のための復興特区構想がどんどん出てきまして、はい、でそして33ほど出たんですけどもそのうちいくつうちに使えるかというんで、えー、2 20余り使えるということでですね、それをあのもう2月ぐらいでしたかね全部出てたんですよ。そ<う>そしててもうう月には出そうと思ってたんですけど、えー まあそうしたあ、えー、復興特区構想の前倒しをあるいはあ予防的な復興特区構想を本件においてご活,用ご活用願いたいということを国に訴えようと思ったんですが特区構想それ自体はですね 市町と協議しなきかんというふうなことがございまして今,今それをやっていると、うん、基本的には防災のために内陸に目を向けましょうということでございます、はい、なるほうか、ねまあ、伺ってますとこの内陸のフロンティアを開く取り組み災害に強い剣道づくりがまあ基本であると。 でそれに、まあ、新透明、おっしゃったように開通が一つの契機になったとといううここなんです、ね、そうなんですすねねその新東名も計画されたときには、まあ、バブルのときということでですねご批判もあったわけですこんなものいらないとかですね、うん、こんなものがあったって大した役に立たないと、まあ、しかしながら前倒しで人知れず人知れずと申し上げたい <laughs> <laughs> もうもの何者でオープンしたスカイツリーと違ってですね、えー、こちらはもう嵐の中開通式がありまして、まあ、しかし、いわば口コミで伝わって、うん 1か月で593万人これはもうあのスカイツリーを抜いたわけですね1か月で581万人ですから12万人多かったとでも1000万人を優に突破してます、はい、で SAP はものすごい人気だと、うん、いうことでですねでそして、えー、13の,あの SAP がございますけれども、うん、そのうちの10人にはヘリポートがあると。うん、もう誰がが見てもですねあこれが防災を 一つきっちりと、うん、念頭に置いた形で作られてるんだと、うん、いうことがございましてまずこの道が使いやすい走りやすい防災に役に立つ、まあ、そうしてまた食材が豊富だと今は食の都工事という言葉も定着しつつありますけど、うん、まあ当初はグルメ街道とか言われたりですね、まあ、そしてあの健康にいいのはやっぱり食材のためだと、うんえー、うちは健康長寿健康寿命でしたか、うん、日本一でしょ、うんで。そこに週刊誌がですね やはり食材がやっぱり二百十九ある。これ二百二十三人前ですけど増やしたいんですか？増やした。二二にしたい人前。あっという間品目、あっという間ですよ。多分まだね、あの風切れてないですから違いない。前なんか金目鯛と何でしたっけ、あの桜エビをね風邪落としたわけですからね。それで二百十七だったんで入れて二百十九で。金目鯛と桜エビ落として。それは肝心なもの。肝心のそういうのがあるはずです。まあそんなわけで、例えば本県にハがあるのご存知ですか？何がハモ。 私は関西の出身でハモっていうのはすたないやもっそれで京都のハモは実は浜名湖っていうか遠州のハモが向こうに送られてるってことを昨日おととい知りましてねびっくりしました大したもんですよ。じゃあににううけいでそそわこは食材恵まれた あ農産地域だと、まあ、さんあいわゆる里山地域ですよね、まあ、そうしたイメージがありますので、うん、本当に食材という面,面でも安心だと、うん、食べるものがそこにあるんだということですねでそしてきれいだと、うん、そしてインフラがしっかりあると。 で13ということは要するに浜松からです、ね、御殿場までみんなそれぞれのところに拠点があって、うん、外からでも内からでもアクセスができるというふうになっているのでこれは本当に大事な、うん、あのインフラだと思っております、はいまあ、おっしゃったように、えー、防災・減災機能の側面と産業の振興、特に農業ですね、はいえー、農芸品のまあ育成、はい、その辺にもプラスになるということだと思います。そ,うですね、そこに建物が建てば当然、うんあのー えー、建物の材料ということでですね。はい、まあ本件はいっぱい山、まあ、財務が余ってますから、えー、これも使おうということですね。はいで、えー、具体的にですね。この内陸のフロンティアを開く取り組み、具体的にはどういったことを行うおつもりですか？はい、これはですね。何か内陸にしかフロンティアがなくないというふうに思われがちですが、えー、実はあの沿岸都市部というのは過密状態なんですね。うん、日本全体がそうです。うん、で、これは政策的に太平洋工業ベルト地帯を作るということで、まあ、それであの。 京浜工業地帯とか中京工業地帯あるいは阪神工業地帯というものが作られてですね北九州までずっと皆様方がもう沿岸部にいらっしゃるんですねそのために発展はしたんだけれどもしかしその集積がかえって危険を増幅しているということからあこれを変えるということでですね日本における今までの明治以降の発展のあり方を変えようということがございます。でただでですね内内陸陸に全員が行くわけでもありません、はい、でそして内陸 えー、ではなくて沿岸部にいろいろ仕事場がありますから、うん、ただ仕事場をして仕事場がそこにあって例えば漁業をやってると、はい、だけど自分の妻やおじいちゃんおばあちゃんや子どもたちがです、ね、あの家は高台のところにあるということであれば安心ですよね、うん、ですからそういう形で,です、ね、何もかも全部集中するのではなくて、うん、この住み分けると、はい、でそういうバランスを取るということで。 沿岸部から少しく人があいき動きますと着、うん、きますでしょう。うん、ですから、沿岸都市部はリノベーション、うん、刷新をすると、はい、で、その両方を結ぶと、うん、でこれが。 実は三一体です内陸のフロンティアのいわばイノベーションといいますかそして沿岸都市部のリノベーションやり直しですねそしてこれ安全のためにやるとそれからそれを結ぶ縦の連携軸とこれは三円南進あるいは中防弾あるいは伊豆縦艦などがそうした大きな軸になりますけれどもそうした軸に関わる大中小のいろいろな連携軸を作っていくとですから本県全体をバランスよく発展させていくために 今まで沿岸に集中していたものを反省して、ええはい、内陸部がもっと魅力があると過疎地と言われたものが実はい、まあ、わばこんなにきれいなところですよということを新透面を通して、うん、今、我々は再発見しつつあると、うん、まあいうことなんですね。分かりました、あのーまあ 今までの説明ですと,とかその沿岸部がなんかこう危険地域だというイメージだけをこれ持たしたくないですよね。はい、ですから、ね、沿岸部に植樹一体でやってきたわけですけども、はい、今これだけ道路もが発達しネットワーク化ができ、はい、そして内陸部にこれほどの見事な、まあ、いわば日本一のあるいは世界一の。 品質を誇る新豆ができましたので、まあ、そこにも、うんえー、住める仕事ができるということで全体を活用するという目が出てきた、はい、でそうすると沿岸部でもですね今の植物プラントいわゆるあの何て言うんですかアメーラなんかにて典型的ですけれども工場として農業ができると。 下の方は全部空洞にしておいて骨組みだけで上の方でプラントができるでしょそういうこともです、ねええ、可能なので沿岸部でかえっていわゆる農業ができるというような可能性も出てきています。 えー、いろいろ説明をしていただきました。まあおっしゃったような取り組みですね。まあ新東名の周辺地域だけを対象したものではないと、えー、県全体を対象にいろんな施策を展開するということがわかりました。で現在はどういった状況で今後はどのように進めていかれますか。はいこれはですね私はもうぜひ特区を取ってやりたいと。はい。まあ、ともかく内陸部にはあ滋賀け調整区域で区域であるとか、うん、農地であるとか湾林であるとか、うん、いろいろとあの。 えー、規制がございます。まあこうしたものをあの、えー、緩和していただかなきゃいかんということでですね。まあそれが東日本大震災の復興特区の一番の目玉になっているわけですで。私どもはこれを予防的にしなくちゃいかんということで、えー、その特区を申請するには、はい。 回はそれで私どもが少なくとも私がですね見落としていたのは「市町の人との協議というものをしなくちゃいかん」ということで、うん、今市町との協議をしていただいてそれぞれの市町の特徴に応じた、うん、内陸フロンティアのおに必要なものと。 うん、あるいはこうやって欲しいものというものを今、お聞きしまして、うん、まあそれを取りまとめているということで,です、ねまあ、いわばチームフロンテを設置しているということで市で町、ね、や民間からの相談体制を今、強化しているところでございます、うんはい、でそしてその全体構想を9月にはまとめてで9月末の申請に、えー、間に合わせるようにしたいと。うん まあこういうわけですね、はい。まあ今おっしゃったその総合特区の申請、ええ、なんかこれ通るといいですよね。そうですね。今ね、あの南海トラフによる緊急なんとか措置法などというものも、えーえー、こうなんか肩に上がってるってことなんですよ。えー、で、こうしたものも活用したいと思ってます。うん、私はもうこれは危機管理のためにはありとあらゆる可能性を追求して、うんえー、なるべく早く、えー、そういう安全なところに人が 移り進んでそしてそこが発展するようにそして県土全体がバランスよく発展するためのそういう取り組みを、えー、この8、9月ですね暑いですけれども全力で取り組むということでございますでは最後にですね、まあ、県の重要施策として進めているただいまの内陸のフロンティアを開く取り組みへの意気込みから県の将来像、えー、これについてお聞かせいただけますか。そうですね なんといってもですね美しいところです。内陸部はですねもちろん沿岸部も美しいんですが、まあその意味でですね沿岸部の美しさってのはやっぱりあの海ですよね。はい、えー、そして松林等がございます。まあしかしそれがああいわゆる乱開発といいますか工業団地が出牌できてですね、えー、そうしたまあ工業団地によるベルト地帯というものになってきましたので、内陸部はですね乱開発をしてはいけないということで。うん 農芸品をたくさん作れるところでございますから農芸都市というような美しいそれからもう一つはですね建物もやはり木の高さというのが自然の高さだと、えー、でそうした高さ以下に抑えるということを通していわば全体空から見ると森に沈んでいるような街になると緑と建物が一体になっているというようなものにするということを通しまして、はい、そこは、まあ、いわば何て言いますかね新しい え美の空間と、まあ、これは一番美しい村づくり運動っていうのも富士の国で美しい品格のある村づくり運動もしておりますけれどもそうしたことを入れ込みながらきれいなものにしていきたいとで沿岸部もまた津波対策のために例えば土手を作ったりいたしますけれどもそれもいわゆるあの人工的な構造物ではなくて「命の山」などという言葉がございますけれども命の丘のようなですねそうししたものを通して水と緑と緑 というものと見事にこうマッチしたような、しかし最先端のいわゆる科学技術というものを駆使した、まあそうした地域づくりをしていきたいとまあいうので、これ自体がですね、東日本大震災から復興されなくちゃいけません。それの復興のまあいわば先行モデルを作るというふうに思っております。 ですから我々はもちろん自分たちの安全を守るということが大事なんですけれども同時に日本人同胞が苦しんでいるどういうふうにしたら安心でしかも未来に希望が持てるようなまちづくりができるのかということで,ですね東日本の復興モデルを見たいならこちらにいらっしゃるというそういうですね大震災の復興モデルということを あの念頭において進めていると、うん、ですから、はいまあ、本件中心主義ではないということでもございますなるほどねわ、えー、かりました、さあの最後に、えー、質問がございましてね、これ、いただいた質問なんですが、<は>そろそろお盆なんですが、はい、川勝知事はどこかにお出かけになりますでしょううかという、えー、私、ちょっと、えー、月月かか、水もくもくもくという,ような感じで,で、すね、えー、金、土、日という週末がない生活をしているので、たまたまお盆の時で僕、誕生日なんですよ。 あ、そうですね。ですからね。そう、はちょっと引っこもって、影響はしないたいなと。引っ込まれる、また引っ戻す、引れるかもしれないけど。山の中に引っ込みたいなと思っております。いや、でもね。人間、人になる時間ってのは必要ですよね。ありがとうございます。そういった、涙も出ますよ。なかなかならない。ぜひ、あの、のんびりする時間をね、持っていただきたいと思います。ありがとう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。 では沢木久男アナウンサーでした次回の川勝知事のラジオトークは8月の28日火曜日です危機管理対策の充実これはテーマにお話しいただく予定ですこんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りしました